ちよかったね。この後さどうする？お家帰っても何もないじゃん。ペタ。あ、じゃあさ、なんか食べて帰ろうよ。思いつくとこ、え、じゃあ歩いて決めよう。行こう。ビール飲みたいな。温泉上がりのビールって最高じゃない？居酒屋いっぱい出てきた。ねえねえ、居酒屋か牛丼どっちがいい？あ、じゃあハンバーグか居酒屋だったらどっちがいい？居酒屋にしよう。で、居酒屋。これだ。うん。あ、大丈夫ですよ。どうぞ。じゃあ奥の方で。嫌だもん、ね、だからそれは気持ち。いいわね。うわー、すごいいっぱいある。え、どれにする？ちょっと待って、おすすめはだし巻き卵と揚げ出し豆腐です。渋い。渋くないよ、黙って食べな。まず飲み物決めよう。飲み物は、あ、生だよね、いつも飲んでるもんね。じゃあ私も生にする。2つ。すいません、あ、いいですか、生を2つください。はい、とりあえずそれで。なんかさ、ビールに合う食べ物にしようか。じゃあ海鮮とだし巻き卵は絶対頼む。あとなんか食べたいのある？わあ、納豆か。納豆臭くなっちゃうよ。いいよ、食べたいならいいよ。あ、ありがとうございます。はーい、乾杯。うまー、最高だね。すっごい冷えてて美味しい。もう料理来る前に一杯完飲しちゃうかもしれないんだけど。今日はちょっと目覚ましをかけずにゆっくり寝てて、で起きて最初に洗濯を回した。でその後に掃除機かけてスーパー行ってゴミ出ししてっていう。ちょっと家のことをずっとやってたね。だからもう、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ポテサラ来た。すごいさ、私さこういうのさめちゃくちゃ器とか見ちゃうんだよね。お皿ってすごく重要だなって思ってて。美味しそうじゃない？じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。うわ、これはお酒マジで進む。もうすでに酔っ払ってきたんだけど。なんかすごいテンション上がってる今。ドラマで山田涼介さんと橋本環奈さんが出てる王様に捧ぐ薬指だったかな。とか、ちょっと前は
会的に抹殺する6つの方法みたいなやつとか、そういうなんかバズってるやつは見るようにしてる。はい、納豆のカフェです。はい、ありがとうございます。わー、待って、美味しそう、すごい粒おっきい。待って、これやばくない？これやばくない？やばい、声でかくなっちゃう。これはやばい。あ、ありがとうございます。あ、すごい、いっぱいあるんだけど。これはちょっとコスパ良すぎる、さすがに。いただきます。何から食べよう。納豆にしよう。納豆ちょっと美味しすぎる。美味しそうすぎる。ちょっとこれすごいね。あ、いただきます。納豆だ。全然最初パサパサパサカリみたいな。もうめっちゃ美味しい。また生。今日はいい日だ。酔っ払ってきたよ。ね、お刺身も食べたい。はい、醤油どうぞ。やっぱり最初はこちらですね。マグロさん、いただきます。油もそんなに多くないし、食べてみて。小肌は、ちょっと待って。はい。あ、いいタイミングで。はい、ありがとうございます。はい、美味しそう。ちょっと待って、小肌当てるね。小肌は、あ、違うな。これアジだな、多分。小肌は多分。これかな。いただきます。タイ？タイ？めっちゃ美味しい。多分タイかも。ちょっと小肌を当てるまで帰れまてんやる。分かんないよ、どれ。でも多分青魚っていうの、そういうの、白身。んやばいな、ポンコツバレちゃうな。やっぱり酔っ払うとポンコツ出ちゃうからな。これかな。これは小肌です。食べてもわかんないのよ。めっちゃ美味しい。若干、アジって言ったの今。これアジだ。アジって言われれば確かにアジだ。もうやめよう、このゲーム。ちょっと。よくないよ、酔っ払い相手に。もうちょっと ちゃんとしてる時にさ、そういうのやってほしい。2杯目いこうかな。すいません、はい、レモンサワーをください。はい、これさ、大根にさ醤油かける人。 OK。 卵さんはちょっともう本当に嬉しいな。いただきます。はい、めっちゃ美味しい、最高。やっぱ居酒屋といったらだし巻き卵だと思う、私は。
甘っ、おいしい。一口飲む？いる？はい、どうぞ。おいしい？おいしくない？おいしい？ねえ、やばいよね。めっちゃ楽しいよ今。だって好きなことをやってるんだもん。全然苦じゃない。マジック、そうだね。なんかさ、やっぱりやってない期間が多いとさ、ちょっとこう衰えてくるんだけど、この間もキッズショーとかもあって、こういろんなお客さんにショーを見てもらえる機会が増えてるから、すごくね、やりがいを感じる。やっぱりマジックはね、いいなって改めて思うよね。なんかさ、子供から大人までさ楽しめるしさ、言語もなくても楽しませられることができるから、すごくいい職業だなって思うよね。でもね、今までね、芝居は本当に苦手だったの。自分の芝居見るのも本当に嫌いだったし、向いてないなと思って目指してなかったんだけど、なんかお父さんが若い時に役者を目指してたっていうのを聞いたことがあって、でもそれを叶えられなかったから、じゃあ私が代わりに叶えようって思って役者も目指し始めた。なんかちゃんとこう信念というか目標があってやってることだから、だから割と私いろんなことをやってるけど、結局何になりたいのとかよく言われるけど、ちゃんとこう目標があってやってるから、なんか今はすごくそれができて幸せだなって思ってる。最高だね、マジで最高。美味しかったね、最高だった。ありがとう、付き合ってくれて。じゃあ帰りますか。いやでもなんか飲み足りないな。家で飲もう、行こう。